あの、まあ、ここら辺痛いねんけど、それまで横脚防止のあり方教えてくれるとか言って、うん、そんなんとかあるから、はい、そしたらね、はい、ちょっと肩こりだね、一回なんで、はい、肩上下して、上下、はい、肩こり感じる？肩こり、何も痛くない？カチカチ、カチカチでしょ？すごいでしょ？体全部がね、硬い、硬いでしょ？そう、首も肩も背中も腰も硬い、はい、足も疲れるし、はい、そうです、でしょ？うん、それは肩こり、肩こりの張り方？張り方？一回まあ 肩だけ上位、そんな感じね、覚えとってね、はい、こっからね、歩くときそこまでいるもんね、はい、蹴ってこう、蹴って蹴ったら、蹴って歩く、うん、指先で蹴って、床を蹴って、はい、それが蹴って、こう、そう、蹴って、そう、もっと前、はい、もっと早く歩いて、少し、はい、簡単に、うん、どんどん、こっち来て、これがね、早く歩いて、もっと早く、ワイワイに聞いてんけど、分からへんやろ、どうも、分からへんやろ、はい、今回ね、蹴って蹴って蹴って、はい、そうそうそう、蹴って蹴って蹴って、はい、そう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 、そう、もうちょっと歩幅広げて、なんか背が高い、歩幅、歩幅、うん、はいはい、歩幅、そう、せめてそれぐらい、そうそうそう、はい、そうそうそう、はい、もう一回だけ行ってみて、はい、そう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 、腰痛んでる、はい、こちらで、足がだからずっとあれしたことはいっぱいあるけど、で後ろ向いて、肩もう一回上にして。先のブラウンと、おはい、首ぐるぐるっと回して、そんな感じ、どっち引っかかる？左に向かうね、はい、肩もう一回だけ上下して、そんな感じね、はい、もう一回、それで、はい、どん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 、連続して、3往復して、え、あ、構わない、構わない、あ、どうだっけ、3往復してから行きましょう、はい、そうそうそう、それでそれでそれで、はい、指先の力抜かないようにしてね、はい、指先の力抜かないようにして、はい、歩いてきて、蹴って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 、そうそうそう、あと1往復、はい、はい、それで蹴って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 、そう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 、蹴って蹴って蹴って、蹴って蹴って蹴って、そう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 、はい、これで反対向いて、はい、もう一回傾いて上下して、はい、先と比べてどう、ちょっと回し、はい、もう首は、あ、だいぶ後ろ回るよ、あ、はい、ぐるぐると回して、うん、あ、すごい周りが速くなったやん、わかるやろ、はい、それ柔らかくなったらだんだん速くなる、別人のようになってる、肩が来たら周りが悪いかな、あ、当然名前が上から名前タイミングが大事だ、肩も上下した時に少し軽くなる、できたら、あ、回しあった方が私ね、あの全然、それで、あの、まあ、言われるようにね、うん、あの、親指に力で歩くように、うん、ちょっと心の中に、ちゃんといかんと、うん